中年オタッキーです、今日はねちょっと天気がすごく悪くてね、雨の音がちょっと入ってしまうかもしれませんけど、もう雨止むまで待とうと思ったんですけど一向に止まないんで、まあ仕方なくね撮影してます。はい、今日の動画はね、こいつの紹介に行きますね。これねキャノン FT っていうカメラなんですね。僕はね、初めて手にした、一眼レフカメラと同じものになります。まあ、僕がね最初に、使ってたやつはもう壊れて処分したんですけど、どうしても使いたくなってね、もう一回仕入れた、カメラになりますね。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このキャノン FT なんですけどね、正式名称は FT9L ですね。ここに QL って書いてますけど、これクイックローディングの略なんですね。これキャノンがね、独自に開発で特許を取った、この蓋にね、これこんなものがついてるんですね。キャノネットのね、QL1 なんとかもなんですけど、あの QL もこれなんですね。フィルムを伸ばしてね、これで押さえてやって、蓋を閉めて、あとは空打ちするだけで勝手にね、フィルムを巻いてくれるっていうね、便利な、機構になってますね。で、一眼レフカメラにこれついてるのは結構珍しいんじゃないかな。FTB にはもうついてないと思うな。でね、発売がね、昭和41年、1966年の3月ということで、FL50mmF1.4、2か。このレンズですね。このレンズがついてて、54,800円だったらしいですね。で、FL58mmF1.2 だと66,800円、ボディだけの値段は書いてないですね。外装を黒塗装処理したブラックは1000円高ということで、キャノンさんこのね1年前にねペリックスっていうカメラ、を出したんですね。これEOS-1NRS とか、EOS-RT とかでもね、採用された、ハーフミラーで、ミラーがない、ミラーがね、上下しない一眼レフカメラがあったんですけど、フェリックスで、あんまり売れなかった。で、その、クイックリターンミラー、通常の一眼レフのミラーを採用して、で、できたのが、まあ、この FT-QL だったんですね。速攻方式がね、絞り込み、絞り速攻で、中央部部分速攻ですね。キャノン F1 とかと同じ方式になります、これは。ゼロメソッド式っていうことで、まあ、絞り値合わせて、シャッタースピード合わせて、ファインダーを除いて、このレバーね、これセルフタイマーレバーなんですけど、これをギュッと押し込んでやると絞り込まれるんですね。で、絞り込まれて、針の中にね、丸が来るように絞りとかシャッタースピードを調整してやると、ちょっとめんどくさい方式になりますね。絞り込み、絞り速攻。まあ、ペンタックスの SP とかもそうなんですけどね。で、このカメラには、これ FL50mm の F1.4-2 っていうのがついてます。僕がねその、中学3年生から使ったんですけどには1がついてました。これ見分け方があります。これねこれ見えるかな、これがね、絞り込み、これプレビューボタンですね。ニコンでいうところのプレビューボタンと同じ、オートとマニュアル切り替えボタンなんですけど、これがね、初期型にはこっちのこの前の方についてるんですね。で、これは2型になります。1型の方が描写が悪いです。2型の方がいいみたいですね。レンズ構成が違います。1型はね、ガウス型はガウス型なんですけど、どちらもガウス型なんですけど、1型が5分6枚、2型が6分7枚ということで、2型の方がね若干豪華な、光学になってます。で、この光学はね実は結構この後
確か、継承されるんですね。これ FL50 ですけど、FD50mm の F1.4 とか、FD50mm、F1.4、SSC あたりまでは継承されるんじゃないかな。結構いい描写してます。まあ、ニコンさんのレンズに比べると解像度は相当落ちるんですけども、雰囲気のあるね、写真をね、撮るのに結構向いてますね。それで、一応写真撮ってきたんですけど、結構苦戦しました。なぜ苦戦したかっつうとね、シャッターのマクソクがね、もう全然出てなかったっていうか、完全におかしかった。完全ジャンクでおかしかったんですよ。シャッター、スローシャッターはほぼ切れてなかったですし、1000分の1は全然開いてなかったんですね。で、また、例のごとくね、自分でね、底板を開けて、テンション調整をして、まあ、山間で、まあ、大体開いてるなと思って、で、撮ってきたんですけども、ちょっと待ってくださいね。あれ？はい。ちょっとね、撮影がうまいこと言えなくて繋いでますけども、こっからね、作例をちょっと見てもらいますが、これ最初の方、これ、ケントメア400というフィルムで撮りましたね。最近よく使ってますけど。で、このようにね、背景ボケを作りたい時とかはね、すごいね、雰囲気のある写真。この今出てる写真は、タムロンの、ね、75250っていうね、望遠レンズで撮ってます。で、この写真の右端にね、ちょっと白い部分があると、この写真もそうですね。もうね、この辺で音がおかしいってことに気がついて、もう一回ね、テンション調整やり直して、その、まあ、フィルム抜いてね、調整やって、その後の写真がこれになりますけど、これ 50mm の F1.4 で撮った写真になってますけど、若干絞るだけでね、結構ね、シャープに、撮れるレンズです。で、中心部よりね、周辺部の方がね、コントラストでね、シャープネスが低いんですね。で、50mm であるにもかかわらず、結構ね、ポートレートにも使えるレンズになりますし、この FL でもね、カラーバランスはそこそこに良好です。カラーネガで今回撮ってないんですけども、以前のね、その旧型のやつでもそこそこ色良かったんですけど、新型、これ2ですけど、50mmF1.42 になりますけど、それでも もっとね、色が良くなってるらしいんで、旧型でも結構良かったんですよね。僕のレンズはね、ちょっと、もう今どこにいたか分からなかった。どこにいたら、多分兄貴が持ってるんだと思うんですよ。どこにいたか分からなくなっちゃったんですけど。で、これはまあ、ヤフーオークションでね、1000円ぐらいで買って、レンズ付きで1000円ぐらいで買って、で、レンズはね、完全に曇ってました、最初。で、曇ってたんですけど、本当にね、アルコールもつけずにレンズクリーニングペーパーで、拭いただけで簡単に曇りが取れて、バリモになってます。もう本当にね、完璧なバリモになってます。もうね、新品同様です、中身は。で、バラすときにね、これ、カチ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 ってなってますね。これね、玉が入ってるんですけど、以前の動画でも言ったんですけどね、玉が2個入ってますんで、玉なくさないように気をつけてください。このカチカチがなくなってしまうと相当苦しいですよ。まあこんな感じなんですけどね、シャッタースピードはね、1000分の1まで切れますし、スローシャッターもね、ちょっとこいつ粘り気味ですけど、まあ使えるようになってますけど、まあ、横走りのね、布膜のフォーカルフレームでね、結構ね、シャッターの音がいい音します。これね、布膜のね、横走りのフォーカルフレームですね。結構ね、いい音するんですよ。僕は好きですね。うん。この布膜のね、いい音すると思いますけどね。で、オークションの相場なんですけどね、もうむちゃくちゃに安いです。もう鼻くそみたいな値段で売ってます。FTB とかでもね、相当安いんでね、もう FTQL になるともうね、もう値段がつかないような状況になってるんで、まあ、レンズ付きとかでね、美味しい筐体もありますんで、狙ってみたらどうかなと思いますね。まあ、
こいつはね、ファインダーもね、非常にクリアですけど、ファインダーが腐食してる、プリズムが腐食してるようなやつもありますけどね、結構ね、この手のカメラ、いっぱい持ってるんですけどね。これは FX ですけど、FX も持ってるし、FP っていうのも持ってますけど、FP がね、ちょっとファインダーが腐食してましたけど、この FX は綺麗でしたね。で、FT も FP も FX も、マク速調整の部分、テンション調整の部分は全く同じ行動してますんで、何台も買ってね、マク速調整の練習したりするのも面白いかもしれません。で、先日、こいつのね、ニコン F2 フォトミックの、紹介の動画で、マク速調整のセンサーの話しましたけど、今 Amazon 見たらもう売り切れになってますね。ほんで次の入荷の予定がなんか未定とか書いてありますけど、あれ本当便利なんですけどね。実はこれ作例撮ってる時は山間調整だったんですけど、一応ねマク速調整やり直しました。で1000分の1が920ぐらいで切れてたんで、ちゃんと1000ぐらいで切れるようにしてます。500分の1もね420ぐらいで切れてたんですけどね、250分の1はね260ぐらいで切れてるんで、あ、まあまあ正常じゃなと思って、250はなんかどうもテンション調整してもあんま変わらないみたいなんで、500と1000だけテンション調整で、うまいこと合わせて、またね、まだフィルム入れて撮ってみようと思いますけど、ちょっとね、試写するカメラがたくさんあってね、今、コンタクトの RTS とかね、ニコマートのね、EL、他にもね、いろいろ撮ってますけどね、もう、ピヨピヨになってる状況なんでね。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになります。思い出のカメラね、これね、ほんとちょっと最初は諦めてたんですけど、綺麗に動くようになってね、ちょっと嬉しく思ってます。もう、見た目もね、すごい綺麗ですね。で、露出系がね、壊れてるところもね、僕が高校生の時に使ってた FT9L と同じ。昔からね、露出系使ってないんですよ。最初に手にした一眼レフカメラが、結局露出系が壊れてたんで、で、その時からね、体感露出、その当時は、単体露出系も持ってなかったですし、で、スマートフォンなんかない時代ですからね、スマートフォンの頃から携帯、ガラケーすらないですよね。そんな時代だったんで、その当時からね、露出系なしでね、写真を撮ってる、ので、今でもね、それが役に立ってますけどね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。で、ここからは、いつものね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、視聴者様の作品投稿の紹介です。今日ね、5人の予定だったんですけど、間違って6つ作っちゃったんで、6人紹介いたします。トップバッターはね、サムライジャパンさん、2枚、1枚目がね、これタイトルちょっとないんですけどね、ロータスヨーロッパの写真ですね、自動車ですね。で、2枚目が窓辺でメニュー選びっていうタイトルになります。1枚目がペンタックス MX、2枚目がね、キャノンデミ EE17 ですね。はい、この20年ぐらい前のフェスティバルで撮ったと、クラシックカーフェスティバルで撮影したということですね。2枚目は窓辺でメニュー選びということで、もうそのままなんですけども、ロータスヨーロッパね、すごくね、好きな、乗ったことはないんですけどね、これロータスさんが、F1 をね、レースをやるためにね、資金集めのためにこれ開発した車って、非常にちっちゃい車です。車のこと詳しくない人は分かんないかもしれないんですけどね、今見てもすごいかっこいい車ですね。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。次が、これじゃねえ、これなんて読むのかな、シメイエンさんかな、シメイエンさんですね。初投稿ですね。1枚目がね、桜トンネル、カメラがね、ニコンの D5600、レンズ AFP-DAX ニッコール7300 F4.5 から 6.3G EDVR、F4.8 シャッター速度15秒、およそ100で捉えてくる。2枚目がね、ボサンド、墓参りの道ということですね。
キャノン AV1 FD50mmF1.8SC、結構前期型結構いいレンズって評判のやつですね、フィルムがイルフォード XP2 スーパー、ということです。これ1枚目これ15秒ということです。これ夜撮ったんですかね、夜撮ったんですかね。これ素晴らしい解像度で撮られてますけども、夜には見えないぞ。夜には僕の目には夜には見えないんですけど、美しいね、これ見事なね、桜並木撮られてますね。はい、2枚目はね、ちょっとね、イルフォードの XP2 スーパー、これ C41 現像のモノクロでしょうけど、ちょっと不思議な色調で撮れてますね。これ面白い色になってます。手前の方から光が、来てる感じになるんですかね。はい、シメイエンさんありがとうございます。次がね、小寺さんの作品で組写真3枚、タイトルが、令和初の、令和初花見か。規制前でしたが、イベント実習規制で夜間照明や提灯もなく、例年より人出は少なかった。家族隊の花見客はいましたと。カメラがね、F2 フォトミックエース、ニコール S50mmF1.4、フィルムがね、フジクロームベルビア RVP50 ですね。もうね、言わずもがなっていうね、写真ですね。これも、ちょっとね、50mmF1.4 っていうことで、ちょっと古風な作品にはなってますけど、やはりベルビア50の発色でね、素晴らしい発色になってますね。いい機会恵まれましたね。これ完全な晴天で、いい写真になっておりますね。特にこれ2枚目の縦構図の写真が、私好きですね。はい、小寺さんありがとうございます。次がね、フリーマンさんの、作品2枚、1枚目がね、雨だれ、2枚目がね、山門ですね。カメラがね、コンタックス RTS、レンズがタムロン SP90mmF2.5 52BB、タムキューってやつですね。これ有名な、フィルムが富士スペリアプレミアム400ということですけども、これ2枚ともね、ちょっと天気がね、悪い日になっちゃったということなんですけど、雨の中の撮影、半分雨の中の撮影ということなんですけど、もう天気が悪い日は一切雨が降った方が写真なんですね。これ1枚目の写真なんですけども、これ何ですか、軒下にね、その 雨が垂れてきて、波を作ってる写真だけど、これ面白い写真になってますね。見事に撮られてます。2枚目はちょっとだけアンダーかな、ほんのりちょっぴりアンダーっぽいんですけどもね、これ雨をね、もっと強調するといい。1枚目の写真は素晴らしいと思いますね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次がね、北野隆さん、の作品、タイトルはだんだん、オリンパス E510 随行デジタル40-150F4-5.6 ISO100 のオートで撮ってるということで、畑に電柱の影がだんだんになってたのを撮りました。フィルムのストックなくなり買いに行きましたが、緊急事態でどこも休業したっていうか、徳島のね、北村とかもね、全部空いてますよ。徳島に住んでてよかったんかなって感じなんですけど、これ面白いです。確かに面白いですね。僕的にはもっとね、このだんだんの部分をアップで撮るかな、これ面白い写真になると思いますよ。広々と撮ってもね、面白いですけど、まあどっちも撮ってどっちも、作品にするのもいいかもしれないですね。これオリンパスのね、 E510 ということで、非常にね、シャープに撮られております。北野隆さんありがとうございます。次が、これ栄太郎さんだったかな、栄太郎さんの作品、1枚、道端の黄色い花、ニコン F2 フォトミック、レンズがマイクロニコール PC オート55mmF3.5、フィルムがね、フジクロームプロビア100ということで、リバーサルはね、露出調整難しいですけど、本当に綺麗に撮れますね。難点は高いってことです。花1枚撮るにはかなり慎重です。僕も慎重になりすぎてね、リバーサルまだ進行中のやつがあるんですけど、なかなか終わんないなんかね、ちょっと天気悪かったらやめとこうそんな感じでね、やっぱ高いんでね、どうしても高いんで、こういう写真なんですけどね、見事にね、黄色の花をね、綺麗に撮られております。これコントラストも高いですし、いい写真になってますね。これなんていう花なんでしょうかね。これで花の種類がちょっと分かんないんですけどもね。はい、栄太郎さんありがとうございます。はい、今日のね、作品紹介はここまで3
3名様ほどちょっと、待機になる、4名様か、4名様待機になっておりますが、またね、あの投稿いただけたらと思います。次はね、俺のカメラの紹介。俺のカメラのコーナー、まずはね、スキャンスタジオ F11 さんの俺のカメラ、スタジオのフレックスタイト、スキャナーの前に何気なく置いていた A 盤に綺麗に西日が差し込んだので iPhone で撮影しました。若い頃は散々ニコンも使ってたんですが最近使ってないということですけども、A 盤ね、これね、なかなか状態のいい綺麗な A 盤です。僕もね、今ここにちょっと A 盤、ありますけども、全然こっちがいいですね。まあ僕のはね、あのハードオフで2000円で買ってきたやつなんで、で何よりついてるレンズがいいですね。これ 35mm の F2 なんです。もう欲しくて欲しくてたまらないレンズです。これフィルターもね、キャノン純正の、UV フィルターになりますね。スキャンスタジオ F11 さん、ありがとうございます。でスキャンスタジオ F11 さん、ちょっとね、リバーサルのね、フィルムの、スキャンをねちょっと依頼してまして、もう家に届いてると思うんですけど、なかなか家に帰れないんでどこに、まあ家に帰れないと編集ができないんでね、また、スキャンできてきたら、動画にしようとは思ってますけどね、リバーサルはやっぱね、いいスキャナーにはかなわないです。皆さんもね、リバーサルで撮ったらね、ちょっとスキャンスタジオ F11 さん利用したらいいと思います。もうね、格が違うんですよ、仕上がりとねまあ、スキャンスタジオ F11 さん、ありがとうございます。次がね、ロジックメタルさん、初投稿になるのかな、これは、初めましてになってますね。俺のカメラに投稿させていただきます。私のカメラはニコンニュー FM2 です。昨年親戚から譲り受け、オーバーホールに出して期間は絶好調。レンズは AI 改造された GN オートニックコーナーなので、コンパクトで大好きな組み合わせですということで、写真は実質に柔らかい光が入ってきたので、光を利用してかっこいいカメラの角度を探しながら撮影しました。よろしくお願いしますということですけどね。いやー、オーバーホール、これ僕このレンズ知らないんですけど、もう完全なパンケーキレンズですね。これいいですね。 FM2 でもまあそこまでコンパクトではない、機体ですけど、もともとはこれあのリトルニコンとかにね、つけてるレンズだったのかなとは思いますけど、 FM2 はね、あの性能的にはね、もう抜群のボディでして、これ面白い組み合わせになってますね。これ、コンパクトですからね、レンズがコンパクトなんで、スナップ写真とかバンバン撮るのにいいですし、シャッターも4000分の1まで切れるんでね、あの高感度のフィルムを放り込んで、幅広い撮影ができそうですね。はい、これ面白いな。軍幹部のほとんどにピントが合わって向こうがボケて、結構接近して撮ってるんでしょうけど、撮影機材は何だったのかな。はい、ロジックメタルさんね、ありがとうございます。はい、ね、次はね、やったやっちまったのコーナーに。はい、やったやっちまったのコーナー、今日はね、夢旅人さんのやったっていうことでね、カメラの北村でペンタックス、スポットマチックを救済してきました。通常ならそのまま撮れるはずですが、今回はミラーアップ状態、一度はスルーしてお店を出たけど、どうしても気になり救済してきました。カメラ本体とレンズ合わせて1100円、ネットで調べたら下の蓋を外して、油を注入すればミラーアップが解消される確率が高いと分かってやってみました。蓋を開けた、ネットで書いた通り注入して、数回切るとミラーアップ状態を1時間ほど確保したけど変化なしと、もしやと思い、L 字型金具ね、見ると曲がっていました。ルーターで少し削って、ここまで分かるまでさらに1時間、安定するまでさらに1時間、苦労してましたが、無事使えるようになりましたということで、多少シャッターなきと巻きレバーがちょっと重いけど大事に使えば長く持つと思います。ちなみに裏蓋の電池は固着して取れませんでした。露出はなんとかなるので大丈夫でしょう。レンズはスーパータクマ F3.5 ということですけどね、これ 28mm の F3.5 かな、僕持ってないレンズですね、羨ましいですね。この当時のね、広角レンズはね結構希少ですよね。大体 35mm、 僕も 35mm は持ってるんですけど 28mm は持ってないですね。で全機械式のカメラなんでね、修理すればねなんとかなるし、安いんでね、これね、これ
カメラとレンズで1100円なんで、結構思い切ったことができますよね。もうリューターで削ったっていうのを、書いてありますけどもね。このペンタックス SP とかもこの時代のねペンタックスはね、ミラーアップしてしたりね、調子が悪くても諦めないでくださいね。例えば、ジャンク品を見てシャッターマグがね途中で止まってたりしてもね、油を刺しただけでね、裏蓋を刺して油を刺しただけでね復旧したりします。安く出てたらね、作ってきてね、なんていうんですか、ダメ元で、修復してみるのも全然ありだと思います。でレンズもね比較的分解しやすいです。僕はねスーパータクマの 55mm、F1.8 を分解しましたけど、ゴム当てとかね言いますけど、ゴム当てがない人はねこういうのでもいいですよ。僕はねこれレンズの分解に、よく使ってるんですけどね、このゴム付きの手袋なんですね。ワークマンとかでね一足98円とかで売ってるやつです。でこれをね両手につけて、レンズの中のねその化粧板をねうっってやったらね結構回ります。ちょっと握力いりますけどね、ゴム当てがなくてもねこれ100円のゴム手袋でね、なんとかなったりしますんでね、この作業用のねゴム付きの手袋やっぱ力がよくかかるんでね、仕事にも使ってますしね。まあ仕事メインなんですけど、今日のね、動画はこんな感じになります。ちょっとね雨の中ねすごいことになってますけど、この後もねまだ1時間ぐらい走んなきゃいけないんですけどね。で最近ね、まあいろんなカメラ撮ってますけど、これねにいただいた、ニコマード EL なんですけど、これにね以前から持っていた、50mm の、ね、F2 をつけて撮ってます。あとねフリーマンさんからいただいたこれ、コンタクス RTS ね、ようやく動かせるようになって、レンズがなかったんでね、ジャンク品のレンズをね、これ1円だったんですけど、1円のレンズでコンタクス RTS を動かせて、これタムロのね、ズームレンズなんですけどね、本当はね、ツアイスとかのね、マリオゾナが欲しかったんですけど、とてもお金が足りないんで、もう無理だったんで、1円のタムロのズームレンズで今撮ってますけどね、コンタクス RTS もね、すごくいいですね。感触が素晴らしいカメラだと思います。で、次の動画なんですけど、次の動画はこいついきます。キャノン A は、以前も、キャノン A は出たんですけどね、もう今は亡き、富士フイルムのね、記録用400、10年期限切れでね、撮った写真を、紹介しながらちょっと動画を作ろうと思ってます。まあ、今日の動画は、ちょっと長くなったのかな、もしかしたら、こんな感じです。まだねチャンネル登録してない方、最近見に来た方、初めて見に来た方、この辺にねチャンネル登録ボタン出てきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あとねいいねと思ったらね、いいねボタン、いいねと思わなくてもって言えばいい。いいねボタン押してくださいね。いいねボタンもたくさん押されるとね、なんかシェアされる、らしいので、お願いします。今日の動画はここまで。次の動画までまたお待ちくださいませ。ちょっとね、ハイペースで作ってて、ハイペースで撮ってるんでね、写真もちょっといい加減になりつつありますけど、こういうね、状況なんでね、外出自粛、なんか解除の方向になっていってますけどね。はい、まだまだね、怖い病気なんでね、できるだけ人の、たくさんいるところには行かないでってことですね。もう、ちょっと、だいぶ気が緩んでると思って、ね、第2波をね、ちょっと心配してます。高速道路を見る限り、パーキングとかでも人がワイワイいますからね、ちょっと怖いような状況になって、僕なんか怖くてトイレにも行けないような状況。パーキングから逃げ出してコンビニのトイレ使ってるような感じになってますけど。はい、じゃあ今日の動画はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。さようなら。